おはようございます。ゆるゆりです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もね、日課の散歩をしてますと。もうあちこち行かんでいいって、もうあちこち行かんでいいって、もういいと思って、はい。今日ですね、箱穴にかかったイノシシね、当ててきたんですけど、まあ、正確に言ったらですね、箱穴にかかったイノシシを止めた後ですね、対面させてみたっていうのがね、正しいかと思います。まずまずだったんじゃないかなと思いますね。初めて見るね、イノシシね、それでね、最初はね、大丈夫かなと思ったけどね、まあとりあえずね、吠えてくれたので、まあよしとしたいなと思います。で、予告通りですね、箱穴にかかったイノシシね、いきなり当てるのではなくね、転がったイノシシね、当ててみてね、よかったなと思いますね。よかった。結構慎重だね。結構慎重だけど、まあ、あれだけね、まあ、吠えてくれればとりあえず、まあ、OK だなと思います。まあ、次はですね、箱穴にかかったね、イノシシ、当ててみたいなと思います。その代わり、大きかったらね、ちょっとパス、大きかったらまたね、止め刺しした後ね、ちょっと匂いを嗅がせるような感じでやりたいなと思ってますし、ね、小さければですね、ちょっとね、試しに当ててみたいなと思います。っていうのがですね、ちょっとね、これね、動画にはできないんですけど、実はですね、今朝ね、いつも通りね、散歩をしていると、ウリ坊がいてですね、でウリ坊をね、噛み殺したんですよ。まあ笑っちゃいけないですね。はい。それはね、アジャが仕事しました。はい。アジャがね、見つけてね、で、追いかけていってね、噛んでもうがっちりね、離さなかったですね。そういうのをこう見ると、あ、猟犬なんだなっていうふうにね、思いましたね。ああいったね、パワフルなアジャはね、初めて見ましたね。でその中ね、この忍もね、戸惑いながらもね、噛んでっていう感じなので、時系列的には実はその今朝ね、ウリ坊を噛んで、で、それからね、朝箱穴に、ね、かかったイノシシを止めた後にね、忍だけ当てたという流れです。ちょっとずつね、たまたまですけどね、階段を登っているような感じですね。結果的にね、良かったなと思います。で、箱穴に、ね、かかったイノシシ、アジャはね、なんで連れて行かなかったかというと、純粋にね、この忍だけのね、反応をね、見てみたかったというのがやっぱり大きいですね。でね、どうせアジャやらないだろうから、ね、やらないアジャをね、見習ってもらってもね、困るというのもあってね、忍だけね、当ててみました。結果ね、良かったなというふうに思います。で、逆に言えばですね、それぐらいね、うちの家の周り、もうウリ坊だらけです。はい。ウリ坊がいるということは、ね、確実に親がいますので、なので、近くにね、親がいるんじゃないかと思いながらね、キョロキョロしながらね、警戒しましたけどね、結果良かったです。ひょっとしたら、隠れてね、見ていたかも分かりません。ということでね、いよいよね、シーズン到来かなというふうに思います。今はね、8月の、中旬から下旬に差し掛かろうとしている時なんで、朝晩もね、だいぶ涼しくなってきたものの、日中はね、やはりその35度ぐらいのね、高い気温がね、続いています。ですけどね、こうやってね、朝とか夕方とかね、ウリ坊が出ているのを見ると、あ、やっぱりね、季節が変わってきているなというふうにね、思います。で、ウリ坊のね、ウリが出ているのっていうのは大体ね、個体によっても大きく変わるでしょうし、また地域によっても変わるとは思うんですけど、大体ね、3ヶ月から5ヶ月ぐらいっていうふうに言われているんですよね。
なので今見るっていうことは、今年の春にですね、まあ、生まれたイノシシの子供である可能性がね、まあ、非常に高いですよと。あ、車来ましたねっていうふうな、ね、可能性が非常に高いです。で、大体ね1年するとね、まあ、成獣になると言われてますので、まあ、ウリがある期間はですね、まあ、可愛いなって思われるかもしれないんですけど、1年後はね、成獣になりますので、ね、まあ、油断はできないというところですね。ということでね、まあ、アジャもね、アジャで今日ね、今朝早い時間にですね、ウリボに対してファイトしていましたし、忍ぶは忍ぶでね、次がね、楽しみだと思えるようなね、活躍をね見せてくれました。で、だいぶね、我が家の、まあ、ルールにもね、慣れてきたようで、散歩もねまだまだね下手くそなんですけど、でもまあ、それなりにねできるようになってきましたし、一日のね流れも把握できるようになってきましたね。これからねさらにねその信頼関係をね作っていって、猟期一発目ね10月にね GPS つけてねぶち込みたいなとね、思います。できればねその前にね、くくり罠にかかったイノシシ撃ってねかましてやりたいなと思ってはいるんですけど、その辺はね、ジロチャンネルのジロちゃんとね、ユキとね、相談したいなと思いますね。結構ね、忍ぶはね細かったんですけど、まあ、ここに来て若干ね肉がついてきたかなというふうにね、思います。っていうのはねもう結構やってるんで、もうこれでもかと言わんばかりにね与えて出るっていうのもありましたし、あとはねもうすでにね配信しているかもしれませんけれど、箱穴にねかかったイノシシを解体するときにですね、忍ぶね、連れて行きまして、生肉をね与えたりとか、あとは骨付き肉をね与えたりとかして、このね、眠っている猟犬の本能をですね、呼び覚ましてやろうかなというふうにね、思っておりますね。まあ、これからね非常にその活躍がね、期待できるので、そのね成長過程もね、ご覧になっていただきたいんですが、なんかね今のね予想を立てておきましょう。僕の今の予想ね、僕からね多分あんまり離れないかな、あんまり離れない、僕の周りで鈴がチンチロチンチロ鳴るのはなんか僕は嫌なんですけど、なんとなく、ね、今の段階ではねあんまり離れないかなっていう感じ、あとね多分これ切られますね、そこまでね気性は荒くない、箱穴にかかってで止めた後にね当てはして、で結構こう警戒はしてはいたんですけど、なんかね、切られる感じがする。その大きなね、まあ、理由の一つとしてはやっぱり毛が白なんですよね、やっぱり目立っちゃうんで、特にね僕たちがやってるところっていうのはヤブがね深かったりとかシダがね深いところだったりするので、要は暗いところなんですよ。暗いところにね、この白い毛だとすごくこう目立つじゃないですか。まあそういったところからね、切られるんじゃないかなっていうふうにね、予想しています。まあその辺はね、しっかりね、まあケアしていって、あとはもう、こう確実にですね、確実にやっぱりね、打って取ってっていうのを繰り返しやっていって、そこでもね、まあ、漁師としてのね、信頼関係もしっかりね築けていけばいいなと思ってますね。今ねもう忍ぶの話ばっかりしてしまったんですけど、アジアはアジアでね、お姉ちゃんやってますね。まあ散歩の時もねやっぱりアジアがいるとねうまくできてないなまあでもね、先導犬がいるとねやはりそのしつけなんかもね、すごくやりやすいので、そういった意味でもね、アジアがいてよかったなと思います。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。まあ忍はねまだ座りできないんで、まあどっかのねいいショットがあればそこでねサムネ使いたいと思います。あ、これ足、そう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 ね、ほら覚えたね、よし行こう。